なんだ、白か。もうちょっと派手めの色の方が楽しかったのになって思ってたんですけど、マニュアルに乗りたかった。ですが、オートマといっても、このフェアレディ Z のオートマ。日産 YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。フェアレディ Z という乗り物に乗るの初めてなんです。ドキドキしてます。案内人の M です。助手席を存分に楽しもうと思ってます。カメラマンダブルです。はい、ということで皆様、新型のフェアレディ Z が届きましたので、今日の動画ではですね、ちょっともったいぶって、まずはこのフェアレディ Z 外観を皆様と一緒に見ていく動画、そして次の動画では試乗してまいります。まずはちょっといろいろ外観見ていきましょうね。はい、今日見ております、こちらのフェアレディ Z、 ボディカラーがプリズムホワイトとスーパーブラックのツートーンです。プリズムホワイトというボディカラーですね、私もまじまじと見るのなんか初めてかなと思うんですよね。で、ちょっと今日微妙な天気で 見事に曇っておりますので、ピカピカの快晴の中でご覧いただけないんですけれども、この白結構金属調じゃないかなって思うんですよね。日産の白でよく見るのがブリリアントホワイトパールなんですけど、こちらプリズムホワイトパールで、ブリリアントホワイトパールよりも白みが強いかなという気もするんですが、なんて言うんでしょうね、白とシルバーの中間みたいな、そういう印象もあります。で、それによってですね、こう光が当たったところの光沢感みたいのがこうしっかりと出て、スパッとシルバーに近いような光をバスッと反射する、そういう白で、かつちょっと影になるような部分はぐっと濃いめの、少しグレーに近いような、そういう印象もございます。私もですね、初めてこのホワイトパールとブラックのツートン仕様の Z 見るんですけれど、見るまでは正直思ってました。白だっていうのは聞いてたので、なんだ白か、もうちょっと派手めの色の方が楽しかったのになって思ってたんですけど、いい色ですこれ。Z にすごくなんか合ってるんですよね。やっぱりちょっと離れてみても、こうパッと見ですね、ホワイトパールなのか、何なのかなって、ちょっとこう一瞬判断を迷うような、シルバーにも見えるし、そういう色なんですよね。はい、どうですか、フェアレディ Z の横っ面なんですけれど、以前ですね、Z に関してぐるっと外観内装じっくり見るという動画、公開させていただいてたんですけれど、空の下で Z を見るのは初めてです。で、この今日持ってきましたフェアレディ Z、 グレードはバージョン ST の、そしてオートマです。正直にまた言います、マニュアルに乗りたかった。ですが、オートマといっても、このフェアレディ Z のオートマ、急速 AT です。そして開発陣の方も、このオートマもオートマですごく乗り味をこだわって追求して開発してきたということでですね、マニュアルが運転して楽しいと思われる方ももちろん多いと思うんですが、Z の新しい急速 AT を今日は味わっていこうかなと、そんなことも考えております。で、バージョン ST ということで、こちらですね、はい、タイヤが19インチのアルミホイール、フロントが25540R19、ブレーキキャリパーは赤色ですね、日産とロゴが入っています。こちら限定モデルのプロトスペックはブレーキキャリパー黄色だったり、あとはこのホイールもなんかゴールド調になっていたりするんですが、こちらは標準のバージョン ST です。ギアは同じく19インチなんですが、タイヤのサイズが少し変わります。27535R19 ということで、ギアのタイヤ太さ275ですからね。そして、前後でタイヤのサイズ違うっていうところも、なんかスポーツカーらしくていいなと思ってしまったりします。あ、ここにも Z って書いてあるんですね。ここは反射板、ウインカーかな、ちょっとつけてみましょうか。反射板だと思うんですよね。そうですね、やっぱりここ反射板がここについてるんですね。もちろんここ先に注目してくれましたけど、ここにも Z とエンブレムが入っていますね。こういったところが本当に今回のフェアレディ Z、 こうちょっとこうオールドスタイルな部分もありつつ、このフェアレディ Z の美しさを強調してくれている、そんな感じです。ちょっとランプ類つけましょうか。ヘッドライトをつけるとこんな感じで、でブレーキ踏むと、はい、
いいですね。今回の Z ですね、この大きな開口部分が特徴となっております。例えばブラックとかの濃いボディカラーの、車だとこの開口部分が、まあ、ちょっとこう目立ちにくい、目立たなくなるかなと思うんですが、ホワイトはもう白と、そしてブラックですからね。でこの上半分はちょっとですねメタリック調の塗装がされていたりもします。こう真正面から見るとなんだ、なんかすごい口大きく開けてんななんて言われたりもするんですけれど、ちょっとダブルさん立ち上がっていただいて少し斜め上からとか斜め脇とか見ると、なんか私結構ですねこの感じが嫌いじゃないですよ。こうですね、このボンネットフードのラインからここにプレスが入っていて、ここからグッとせり出して大きく開口が開いているような、そういうイメージがですね、なんかちょっとこう Z のメカっぽい感じも強調されてるなと思います。でここのプレスのラインと、そしてここもですねセンターパキッと、はい、ラインが入っていてと、こうカクカクっとしたそういうところも、あ、いいですね。ここからパキッと曲がって、ここからまっすぐストレートにカコンカコンと、こういうエッジがですね、いちいちかっこいい。あ、この部分もそうですね、ここからパコッと折れているようなそういうデザインになってますね。ヘッドライトがこちらですね、こうアイラインが上下に分かれて入っているのが見えているでしょうか。はい、今ヘッドライト点灯状態で、このアイラインの部分がウインカーをつけるとこんな風に、はい、ウインカーランプとして機能してくれると。であとハイビームですね、ハイビームつけるとこちらが光ります。はい、この丸いところが通常の、まあ、前照灯、そしてこの横長のラインがこちらハイビームになってるんですね。はい、乗り込みましたフェアレディ Z の運転席ですね、コックピットと呼びましょう。で私も見るの初めてだったのがここなんですよ。はい、新しい Z の AT のシフトレバー、今まで見てきた Z ってマニュアルシフトだったので、ここがこがこというのありましたけども、こちらは操作系統としては最近の e パワーの車とかと大体一緒です。下に下げるとドライブ、上に上げるとこのままではニュートラルで、リバースに入れるときはサイドにここにボタンがついてます。でこのボタンを押しながら上に上げると、はい、バックに入って、そしてこちら Z はですねアラウンドビューモニターはついておりません、バックモニターのみです。はい、そしてここの P のボタンを押すとパーキングに入りますと。普通ですねここドライブに下げた時に D とそして B レンジというのがあるんですが、こちら M ですね、もう一回下げると、はい、 M になりました。これ何かというと、もちろんオートマといってもマニュアルモードがついております。ここにステアリングにパドルシフトがついてますので、これでシフト操作ができるようになる M モードが、マニュアルモードがここで切り替えができるようになっております。まあ、下に下ろすたんびに切り替わるようになっていますね。でさらにですねここに D モード、ドライブモードが選択できる、スイッチがついております。で、あ、なるほど、ちょっとここ見ていただくと分かるんですけど、ドライブモードセレクターですね。はい、このフェアレディ Z スポーツモードとスタンダードモードしかございません。エコモードないんですね。まあ Z でエコ運転するなよというメッセージなのかなと思うんですが、はい、ということでエコ走行する車ではございませんね。でステアリング周りはですね、こちらも最近のアリアとかオーラとかエクストレイルとかと近同じで、ここぐるぐる回してメーター内がこう切り替えができるようになっているタイプとなっています。おー、というかそうですね、この Z のフル液晶のモニターもなんかかっこいいですね。ここぐるぐる回すと表紙がいろいろ変えられるようになってるんですが、はい、ブーストメーター、G-Force、これはあれですね、車両にかかる、G をこう表示してくれるメーターだったり、あとはシフトアップインジケーター、ほう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 、ん？か
カスタマイズ、ああなるほど、ですね、シフトアップインジケーターってこの上についてるこれなんですけど、エンジンの回転数に合わせてシフトアップのタイミングをこう教えてくれるメーターですね。マニュアル車じゃなくてもこれついてるんですよね。はい、これが設定がなんかカスタマイズ、ああなるほどなるほど、カスタマイズするとここで何回転に入ったらレッドゾーンみたいな、そういう設定ができるようになってるんですね。上が、上すごいな、8500回転までこう8500まで回してもいいよっていうことなんですか、これレブリミットみたいな感じな気がするんですけど、はい。そして、下は一応ですね5200まで設定ができるみたいな、そういう設定できるんですね。まあ、今回は自動にしておきます。はい、あとはタイヤの空気圧っていうところですね。こんなものが、表示できるようになっていたりとか、あとこちらがエンジンオイルの温度と、そして、冷却水の温度が表示されていると、こういったところが、まあ、Z ですね。はい、ここに3連メーターが、ついております。こういったところが Z のインテリア、まあ、Z らしいなと思うところなわけなんですよ。もうちょっと細かく見るとですね、はい、ここが、まあ、当然ここ引くとドア開け閉めできるようになってるんですけれども、ここにですね、ここにエアコンの風が出る口がついてるんですね。で、あとここが鍵の開け閉めが、あ、こういう形なんだ。はい。まあ、こういったですね、運転と関係のないところは最小限に作られているのかなと思います。はい、そしてこちらがまあセンターコンソールということで、はい、シートヒーターがついてますね。シートヒーターと、あとこちらは、バックドアを開ける、ボタンと、そしてドリンクホルダーがついています。ドリンクホルダー1個だけなんですね。はい、運転席の人間しか、これ使わないだろうというわけじゃないんですね。はい、ここセンターコンソール肘掛けの部分、よいしょ、後ろに下げるともう一個ドリンクホルダーが出てくるようになっております。で、あとここ、まあ、一応開くように、開け閉めできるようになっておりまして、これはここのボタンを押すと、開くようになっております。本当に最小限の空間ではありますが、ちょっとした小物を置いたり、あとこの中にですね、シガーソケットの電源口がついております。あとこういうとこも、こういうところもなんかかっこいい。ここエアコンの操作パネルなんですけれど、ダイヤル式ですね。はい、まあオートにしておきましょうか。で、温度の設定も、温度の設定がですねざっくりしてる細かく何度ってちょっと分かりにくいようになってます。18、25、32しか書いてありませんね。で、あと風の出る量が調整できると。で、あとこちらがナビ周りということで、こちらも、標準のナビがついております。ナビの構成、中身の構成自体は、オーラとかと基本的に一緒かなと思いますね。ですが、ここにスパッとピタッと埋め込まれておりまして、で、あとナビのこの見えるポジションですね、最近の車結構こういう位置に、ちょっと高めの位置にナビの画面がついているものも多いんですけれども、こちらの Z は結構下の位置です。で、ただし下といってもちょっとですね、見てわかりますかね、少し斜めについているので、運転席からすっと視線を下げた時に綺麗に見えるようになってます。ということで、いかがだったでしょうか。今日は届いたばかりのフェアレディ Z、 外装内装ちょっと見ていきました。喋りすぎたんですが、私ももう我慢できませんので、次は試乗します。このフェアレディ Z に乗って新型の Z を峠道に見せびらかしに行こうと思いますので、お楽しみに。日産 YouTube チャンネルは毎日更新です。チャンネル登録をしていただくと見逃しがございませんので、お勧めしております。また今回の動画いいなと思った方は、ぜひグッドボタンで応援してください。それでは次の動画でお会いしましょう。ではまた。